はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今回使うのは黄金ラピスビショップになりますね。キーカードはたくさんあるんですが、まあ一番のキーカードはこちら、輝く四天使ラピス。こいつがフィニッシャーですね。主なフィニッシャーになっています。そして黄金都市もキーカード、これ直接召喚を狙う前提で組まれているんでピン出しになっていますね。あとまあガルラとかマーウィンとかいろいろ紹介したいのはあるんですが、とりあえず対戦で見てもらいたいです。それでは対戦の方に行きましょう。はい、対戦相手はヴァンパイア、そして先行になりました。先行は結構ありがたいですね。マーウィンか、この反応かなりいいですね。これいっちゃいます。かなりいい。はい、当然1ターン目は砂時計で、で、あ、よろしくお願いします。信者、まあヴァンパイアのね犯罪ムーブ、1ターン目信者に対しては法典を打ちます。で、何も出てこない場合は、お、出てこないか、まあ出てこない場合はエンドで、はい、これでデッキから何でしたっけ、黄金都市か、黄金都市を出すと。これほんと楽しいですよね。このカードめちゃめちゃ好きなんですよね、僕。あー、鉄火いいな。鉄火で。まあ今のターン、雷山を置いとくというのも面白かったかもしれない。いや、まあこれでいいか。いいですね。マーウィン置けば一応鉄火も起動できるのか。従者ですが。OKOKOK。まあヴァンパイアってやっぱ処理されるときついんですよね。僕もやってて思ったんですが。いい感じに管理できてますね。まあ、黄金都市は大体のカウンターミレット大体2なんで、毎回1で調整してくれるんでね、ペカドラとの相性もかなりいいと思います。シーププラス取引、ただこれ面倒でしょう。はい、2回鉄火のでもカウンターで倒れてくれますね、レベルシープは。まあ、フェイゼのダメージを嫌ったという感じになりますが、うん、雷山出して、まあ盤面大丈夫そうですよね。天気魚置いちゃいましたか。いや、めちゃめちゃ回って楽しい、これこれ超楽しいですね。いや、黄金都市入りじゃなくて、黄金都市入ってないセラフはラピスは使ってたんですが、入れても面白いな。いや、診断のビションめちゃめちゃ楽しいんですよね。まあ、コントロールなんでやられてる側は不快だと思うんですけど、これもペガゼラ倒してもいいことないんでね。 OKOK 素晴らしい。どうしますか。マーウィン出して、はい、相手にランプしちゃいますが、何セットしますか。雷山が良さそうですかね。ここ進化は全然ありなんですが、まあしなくていいか。ここ進化しておけば、一発で取ることはできないんで、かなり美味しいんですけどね。ただヴァンパイアって3点ダメージのカードが多いんで、まあ3点2回で取れるってなると、あんまり進化の必要がないかなと思います。まあビーラに取られちゃうのはちょっと厄介ですが、一先。ははは。ずっとペガドゥラの処理に追われてますね。これは楽しい。死んじゃ、まだ自傷ほとんどさせてないんじゃないかな。では行きましょう、ラピス。当然ラピス進化。まあセラフに対する回答は持ってないと思いますけどね。スッティングとかまあまず入れないはずですから。ただ問題なのが、ハンドに今のところカウントを進めるカードがないっていうところですかね。郷里3枚、ガルーラ3枚、マーウィン2枚入ってるんで、まあその辺を引いてくればっていう感じでしょうか。進化して、で、こいつのいいところって、自分自身のスタッツ、パワーが高いので、無視もしづらいんですよね。まあでも倒すことはしないでしょう、相手としても。フェイスが怖いのはあると思いますが。なるほど。自傷だけすると。
空いてるから出るのはラピスですね。いやこれ参ったな。まあ相手の方はさすがにリーサルはないと思うんで、ここは2枚目のラピスを出して、ここ進化でいいか。もう1枚アミュレット出せますよね。ドローしておいた方がいいのかな、並べた方がいいのかな。並べた方が良さそうか。はい、でこのようにラピスを放置すると逆にね盤面が今度は手がつけられなくなると。だこのカードのいいところここですよね。スタッツが高いのでこういう風に、普通にビートダウンされるっていうのがやっぱ無視できない要因になってます。対戦ありがとうございました。はい、まあ、今回はちょっとうまくいきすぎましたね楽しいな黄金都市。いやこれマジで面白いんでね、おすすめしたい。はい、対戦相手はビショップ、そして高校になりました。まさかのビショミラー。これはどんな勝負になるんだ。宝典とかあるから手が出るが刺さんないんですよね。まあ現環境消滅はほとんどなくなったんですが、ビショップは持っているということでちょっと苦しい。タイムオールも対ビショで必要なカードではありませんね。あー引いちゃったいやこれがね、これが悲しいところ、まあまあニコスで使っても十分パワーはあるんですが、とは言ってもやっぱり直接召喚したかったですよね。ハンド1枚分損することになる。なんだこれはまあドロソーめちゃめちゃもらえたんで、むしろハンドがあの溢れてたかもしれないですからね。プラスに捉えていきますか。お互い天球儀ラッシュ、まあ、出すならここですよね。相手の方何してきますかね。まあやっぱり、天候が一番多いというか天候しか見ませんね、ビショップは。神殿か。まあ僕も積んでるんで天候断定はできないんですが、なんとも言いませんね。タイムオール、次のターンは展開したいターンではないので、ここはタイムオール仕掛けておきますか。天球儀もう一枚いっちゃおうすごいことになってますねまあ一応盤面1個は開くんで、はい、動けないことはないですね。で天球儀ってカウント3なんでちょっと管理が難しいんですが、その点もね黄金都市がカバーしてくれてますなんだこの勝負まあなんかビショップってこんな感じですよね。ハンドが溢れることはないか。オッケーオッケー、いい感じに。アミュレットしかないな。これもしミラーだとしたらやっぱり、おお天候か。はい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 、天候相手、相性どうですかね。いやこれ2枚置いちゃっていいか。マフが2枚置きと、まあ一応玉よけのために出しておきましょう。あんまりライフで受けるわけにいかないですからね。いやこれちょっとまずいのがまだセラムがいない、ラピスがいない、まずい。ラピス引けないのが一番しょうもないですからね。まあでもこれだけデッキ圧縮というか掘り進めてますから、さすがに引いてほしいけど、まあ、あるいは2枚入っているアイテールでもいい。お、これでお互い進めるのか。まあ、テンコとの相性抜群ですからね。むしろ普通のセラフデッキよりも、まあ、テンコの方がうまく使えるんじゃないかなという感じもしてますが。さあ、法典。マーウィン進化か。観測に世界は一つ。さらにここで何でしたっけ、毎ターン1回復が出せているとマーウィンもっと強いんですけどね。ここは進化で取るとして、ライサン開けるっていう手もあるのか。でもガレラ使いたくないんですよね。ひとまずライサンかな。ライサン出して
ガルラ3枚目。じゃあ使いますか。いや、どうだ？際どいところ。使いますか。お覚悟はよろしく。はい、プラスこうかな。よしよしよし、盤面は取れている。いやー、でも次のターンにラピス欲しいんだけどな。まあそこまでよくは言わないから、アイテール、少なくともアイテールは欲しい。お、これユニコーン出ますかね。いや、そうか、ランスでいいのか。ランスじゃない、スピア強いな。おお、こう見ると結構強化点ありますね、天候の社。引けなかったー、マジかー。ちょっとがっかりですね、これは。いや、あいつアミュレットみたいなもんなんで放置するわけにいかないと。ペガデラプラス、まあ、ここでテミスの粛清が一番簡単な、対処ですかね。むしろこれ誘ってますね。打ってもらって、はい、頼む。デッキ半分掘った。5枚のうち1枚どれでもいい。よーし、これはもらったか。さあ、天候にここまで、うまいことねゲームを進めれば。さすがにリーサルこっちの方が早い。マジか。やばい。そんな。ちゃんと対策してる。マジか。まあ、従者は殴ってしまうと効果発動しないんで。うわー、相手いる、今遅いんだよな。これまずいな。どうしますか。もうガルラで攻めていくしかないのかな。まあとりあえずこれプラスガルラ出しちゃいますか。あ、違う、ガルラ全部引いてるから出てくるんだ。間抜けでした。はい、やった、2枚目のラピス。そっか、ガルラ3枚引いてましたもんね。完全に頭から抜けていた。もう打点ないでしょう。3積みってことは考えづらいですからね、いくらメタカード積んでると言っても。そっかそっか、まあヤシロデッキであれば、自分自身で回復するために打点使えるパターンもありますもんね。だからまあ割と打点をすんなり積めるリーダーではあるのか。でもこれ取ってもらえないですね。まあでもラピスを取らないイコール、あの、社で顔にダメージを入れることはできないんで。OKOK、ダメージを飛ばしてくれる分には歓迎です。これ自滅できますもんね、多分。当たって、OKOKOK。 あ、自滅できないのか。ライスさん、なんなら顔殴りに行っちゃいますか。まあ放置すればガルラのダメージ期待できますし、ブローディアか。なるほど、もう完全にヴァンパイアメタという感じですね。ただこのデッキに関しては正直全然関係ないんでね、むしろ助かると。アイテール、これ3枚目出てくるのか。
やばいな。で、ブラックダイヤモンド、いや、ドローにした方がいいですね。ただ、ブラックに、いや、ブラックか、これ。うん、そうしよう。これ面白い展開になるかもしれないですね。まあ、でも、ここまで来た時点で、ほぼ、積んでるでしょう、相手の方。まあ、もしかしたらラピスが入ってるみたいな可能性もありますが。ジャンヌ。ジャンヌ、ジャンヌ。はい。で、これラピスでカウント全部進めきるのは無理なんですが、ガルラで勝ちなのかな？はい。では、ブラックダイヤモンドガルラで、これガルラと地味に相性いいんですよね。うん。はい。これで11点ですね、ぴったり。対戦ありがとうございました。まあこのマッチやっぱ有利なのかな、どうですかね、うん、まあ、すんなり進めば有利っぽいですけどね。対戦ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、いや、このデッキね、笑っちゃうぐらい面白いんでね、ぜひ皆さんにも使ってほしいなというふうに思いました。はい。ただ今回、セラフラピスでの特殊勝利はお見せできなかったんですが、結構やっぱああいうゲームが多いですね。放置されるんで、9点パンチを敵のフェイスに入れて、で、その後ガルラのバーンダメージで勝つとか、まあ、セラフで2回殴って勝つとか、ラピスか、ラピスで2回殴って勝つとか、そういうゲームも結構あります。はい。もちろんね、特殊勝利も、カウントを進めるカードは9枚入っていますんで、特殊勝利パターンももちろん取れるデッキになってるんで、もうなかなかね、2つの勝ち筋がどちらも強力で面白いなというふうに思います。はい、以上ですかね。まあ、黄金都市とマーウィンとか使ってみるとかなりしっくりくると思いますんで、ぜひこれは使ってほしいですね。それではご視聴ありがとうございました。はい、皆さん今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルではシャドーバースやドラクエライバルズといったカードゲームの動画をバシバシ投稿していきますんで、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。